グローブは純国産のBIM建築設計システムです。日本の建築基準法に沿った各種の計算に対応しています。日英計算などの高さ制限に関する集団規定のチェック、肺炎や炎症部分の計算を行う単体規定のチェックなど、各専用画面を開いてチェックができます。方位や敷地条件などから逆日英斜線計算を行い、建築可能なボリュームを算出できます。用途地域はテンプレート化され、あらかじめ日英測定面や規制時間、斜線制限などが登録されているので、用途地域の種類を選択するだけで敷地に各種情報がセットされます。また複数の用途地域が絡む敷地にも対応します。林地、道路境界線はワンタッチで設定ができ、隅切りも設定できます。それでは逆日英斜線計算を行ってみます。逆日英斜線計算では、高層範囲指定型、建築有効範囲指定型、低層型の3つの計算タイプをご用意。敷地の周辺状況や建物の用途に応じて最適な建物ボリュームを検討することができます。高層範囲指定型では、高層エリアの面積と領域を確認しながら、高層エリアを敷地の南側に寄せるのか、敷地全体にするのかなどを検討できます。このようなブロックで建物モデルを表示することで、建物ボリュームをより具体的に確認できます。建物の基準スパンを設定しての検討も可能です。建物モデルは自由に変形ができます。転空率はいつでもチェック可能です。計算に必要な斜線適合建物は自動で生成され、計画建物との関係を3次元で確認できます。測定ポイントを敷地の境界線情報から自動で算出して転空率計算を行います。計算結果は確認申請に提出する図面として作成できます。また転空率を考慮した建物形状のシミュレーションが行えます。転空率が NG となるポイントから建物の形状を調整します。逆日英斜線計算で算出した建物モデルの領域はこのように階ごとに表示され、これらを参考にして平面計画を行うことができます。それではゾーニングを行ってみます。建物モデルの領域を参考にして住戸ゾーンやバルコニーなどを入力します。1階の平面計画は最上階まで一気に複写できるため、より効率的なゾーニングが行えます。鳥かごとの干渉チェックやボリューム検討が 3D からも行え、その都度容積率を確認することができます。このようにグローブでは、一つのシステム内でボリューム検討からプラン作成までがスムーズに行えるので、設計者の思考の流れを妨げることなく設計できます。作成した建物の地盤算定も自動で行います。地盤と建物が接する高さをチェックし、平均地盤面の高さを自動で算出します。地盤と建物が接する位置の高低差が3メートル以上の場合には、それぞれの地盤高を算出して算定図と算定表を作成できます。グローブでは敷地と建物モデルから建築基準法の有効最高計算、換気計算、肺炎計算が行えます。敷地の条件をセットして計算対象となる質を指定、有効開口面積の計算と判定を自動で行います。NG 判定に対しては、その場で設計変更を行いながら法的要件をクリアします。設計完了後、計算式、判定結果を自動作図して確認申請図書を作成します。敷地の境界線情報から炎症ラインも自動作成します。炎症の恐れのある部分に含まれる建具に対しては、防火設備性能を自動割り当てします。
簡単でしたが、ここまでグローブの建築基準法に沿った各種の計算機能についてご紹介しました。